えっと、プロスペローに仕える、えっと、空気のせい、えっと、妖精の役をやらせていただきますイマサイロです、えっと昨日この素晴らしいキャストの皆さんと、えっと昨日からリハーサル始まったんですけれどもちょっと緊張がすごくてあ,のあんまり自分をこう表現できなくてちょっと変なとこ見たりとかちょっと睨んだと思ってしまったら申し訳ありませんでした、ちょっとあの緊張してたんです、すごく。はいあのー <laughs> 今回はあのー、本当に一番多分若い中でやらせていただくことになるんですけれどもあの白井さんの作る、えー「小さなテンペスト」の中で、まあ、魔法というものがこう、実生活に置き換えたらこう何になるのかなと、あと妖精というのは自生活に人の実生活にいたらどういうものになるんだろうなということをあの突き詰めて、えー、この大きな作品の一部を演じられたらなと思っています。 そして僕個人的にはあの今年23の年でまあフレッシュマンの年なのであの4月に入社された方々に負けないようにあの91年の中でも大きなことを成し遂げられるように日々精進していきたいと思います。よろししくお願いします。